チューリップリンセスです。ガチの寝起きです。えっと、昨日はですね、ちょっと、いろいろラジオの方をね、力を入れてしまったので、え美食場ご飯、えー、やってみましょうか。昨日の振り返りです。昨日ラジオ聴いてくれた方、ありがとう。最初から最後まで聞いてくれた方が、今のところ二人はいるということがわかりました。どうもありがとう。 え、それでは、えっと、昨日の美食所ご飯なんですけれども、えっと、こちらはですね、えっと、パンはですね、ホンダ農場の、えー、パンですね。ホンダ農場の玄米の、えー、米粉のパンなんですけれども、ごまパンですね。こちらをね、私最近、ヘルシオかなえっと、ヘルシオっていう、あのー、ウォーターオーー オーブンっってて皆さん知ってますかねなんか蒸気の力でやる何であれ良かったかっていうとあの電池レンジってすごいマイクロ波があの結構あってねそれが私的に、ま、気にならない人は気にならないと思うんですけども私はちょっとねそのマイクロ波が気になっていてあのウォーターオーブンだとあのそのマイクロ波が出ないんですね。 で、そういうのもあってあのそれをがあるのがねもうシャープのヘルシオしかないのであの、ウォーターオーブンを買いましたでそれでなんかパンをね焼きたてにするようなあの機能があってメニューの14番なんですけれどもそれでねこれをやったらねほんとにねあの、結構焼きたて感が出てなんかふっくらもちもちみたいな感じになって美味しかったです。 でこれと、えっと、右側のはねポルチーニ煮込みなんですけれども、えっと、これ多分一つ前の美食所ご飯にのせたんじゃないかなと思うんですけども白菜と玉ねぎと鶏ひき肉の、えっと、ポルチーニ煮込みかななんかシチューみたいななんかそれをねあのこのパンと一緒に食べてねとっても美味しかったです。 ここんんんななな感じででねこれなんか小さい食パンなんですねすっごい小さくてルービックキューブみたいな感じで,でもちょっと高いかなこれ1つで1000円くらいしちゃうのでねちょっと高いんですけれどもこれをもう半分ぐらいかな半分ぐらいいただきましたでえっとこれが、えっとね、シナモン私はねちょっとあのー、隙があればちょっとシナモンとか入れちゃうんですけれども 抗炎症作用とアンチエイジング効果のあるシナモンをね、ちょっと振りかけて、バジルとシナモンを振りかけたかなっていう感じで、でこちらはねちょうんと、チョコバナナ、えー、ブラウニー、ブラウニー、んーんでしょブリレ、ブリレみたいな感じかなちょっとね、塊が弱くってブ、ブルレみたいな感じになっちゃったんですけども、いつもの要領でね、蒸しパンみたいな感じで作ったけど、結果ブルレみたいな、 ちょっと焼きプリンみたいな感じになっちゃったんですけどもバナナを潰してあのバナナ潰してそこにね蜂蜜とかねあの米粉だったりとかいろいろと混ぜてあ絹豆腐も混ぜちゃったかななので結構もう絹豆腐とバナナピューレであのブルレみたいな感じになっちゃったんですけども塊が弱かったんだけどね。 で、それでね、あのー、耐熱ガラスに入れて蒸しました。で、一晩、あの、冷蔵庫で寝かしたら、まあ、なんとかこれぐらいまで固まっていて、フルでみたいな感じになりました。ね、まあまあ、美味しかったかな。<laughs> で、これはね、トマトなんですけども、これはね、あのー、いつもの第一宅配のとかじゃなくって、たまたま、 あの、王子と一緒にね、スーパーに行った時に買ったんだけど、あんまり甘くなくってね、ちょっと甘みの足りないトマトだったので、これはね、後でね、半分ね、リメイクしてね、卵の炒め物にしたので、またご紹介します。そしたら美味しくなりました。こんな感じで、えー、ペルーレとトマトを食べたりとか、あとね、これはね、あ、これ美味しかった。またチョコバナナプリンなんですけども、あ これ前も言ったかな、またちょっと詳しく紹介したいかなと思うんですけどもこれはヒットでしたね。ゼラチンを使ってあのうん豆乳とかねあと豆乳グルトとかを流し入れて簡単にねプリーンみたいなのができるんですけどもあ、丸2に続きます。